やってきました。岡山宝冠町なんですけども、先ほどまで、ね、火事が、ありました。でこの先あの消防車がね一台止まってるんですけど、その先にも、その先でね、火事が、あったということで、で以前もねその先にベーコン屋さんとかあるんですけども、お伺いしたんですけども、そのあたりがね、焼けているということで、で今時刻が10時半なんですけども、午前5時56分に火災発生ということで、で、午前8時14分に、鎮火したということで、この辺もね水浸しになってます。でまあ、この動画なんですけども、まあ、あのこの辺に住まれている方とか、まあ、住まれていた方とか、馴染みのある方からの、状況が知りたいということで、発信させてもらっています。でこの辺りは本当にあの昔ながらの商店が密集していて、ね、普通に、平凡な街並みなんですけども、今日はこの先が火事になってしまったということで、結構本当にあの僕もよく、この辺りを通ったりするような、道なんですけども、昔ながらのお店が本当に続いております。ここはいという感じで、まあ本当に昔ながらの、建屋が多い、位置なんですけども、かなり焼けております。本当に心配ですね。入れるのは、まあ、ここまでだけなんですけども、かなり上の方まで、焼けてます。ちょっと非常にショッキングですけども、であのもうすでにあの鎮火してるんですけども、その当時の火事の、すさまじさがね、伝わるような、なんか、感じかなと。ちょっと本当にひどいので、本当に火の取り扱いにはね気をつけたいなと改めて思いますね。あ、もうこの辺に住まわれてるんですか？いや、私はその向こう、向こうです。あ、じゃあもう朝から結構サイレンが、いや、なんか新聞と出て、なんか煙が上がって、それから2階上がってみたら、なんか木の皮が上がったなと思って、このお店今日、はいはいはい、朝行こう思ったら、そう、開いてないからダメだよ。あ、そうですね、やっぱり閉まってますよね、火事のあれ、関係ですね。はい、まあ、こういう中での、火事なんですけども、先ほどね消防の人に聞いたんですけども、今現時点では怪我人は、いないということで、少しホッとしたんですけども、本当にあのこういう馴染みの、商店街の、場所で火事があったのっていうのは本当にあのショッキングで、やはりあの火の取り扱いに改めてあの気を使いたいなと、非常に思いましたね。はい、というわけで今日はこんな感じでお届けいたしました。ありがとうございました。